2024年1月3日翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが来店イベントを行っていきたいと思います。普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。おはようございます。おはようございます。はじめましてですね。はじめまして。ちょっとお名前をいいですか。はい、EBC 野球部所属の奥田慎吾と申します。奥田さん、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はじめましてですかね。でもこの前あの、はい、動画編集は僕、はい、テロップ入れさせてもらって、いや、はい、えげつねえなというのは、はい、あ感じておりました。とんでもないです。ありがとうございます。で、まあ、ちょっとあの僕、はい、翔平 TV の部下として、はいはい、パシリとして、はい、サンドバッグとしてやらせていただいてるんですが、はい、まあ実際のところね、実際のところ、はい、翔平監督どうすかって、はい、2ヶ月ぐらい、はい、一応ですけど。そうですね、もう本当にもうなんかどこかでみんなと会ったことあるかぐらいのなんかもうすごい入り込み具合で、やっぱコミュ力あるなって思う。おお、横にいるからってそういうこと言ってるのかいやいや、すげえ目線が今てん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 ってなってるいやでも本当にそうですね、みんなとすごいもう和気あいあいと、もう監督兼あのチームのもう一員って感じで、もなんかすげえ言葉選んでるな正直なところ、そうですね、ちょっとまだサインとかもあのたまになんかコミュニケーションの なんか違いとかで、まあ、ミスとかはあるんですけど、まあ、その辺は今後、まあ、改善はしていただけるであろうと、まあ、あの本人めちゃくちゃ気にしてたんでサインの出し方は。あ、はいはい、じゃ あの今後とも翔平 TV の方でも、はいぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、今日はね、ラプソードで、はい、その自慢の考案を出していただければと思いますので。そうですね。はい、おはようございます。おはようございます。もうおなじみになりましたね。吉田です。はいっす。来ていただいてありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。で、ワイズさんは、まあ、ラプソードあるんで。そうですね。で、まあ、吉田君といえばアンダーソロじゃないですか。そうですね。初めてラプソード使ってアンダーソロ投げるので、はい、自分がどんな球投げてるか、まあね、あとは測れるのかどうか。そうですね。なんかその21.0 を使った人はちょっとあんまりスイッチ出なかったってまあバージョン違いますからね、噂で聞いたので、まあ 3.0 だったらどうかなっていうのでちょっと楽しみにしてます。吉田君はすごいワイズさん気になってたっていう話を聞いたので。そうですね、本当私も埼玉に住んでるのでちょっと仕事でこの辺通るたびに気になっておいたので、ちょっと機会いただけて大変嬉しく思ってます。ウエス、じゃあ今日はこのね、アンダースローダーにいろいろよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで本日は埼玉県上尾市の商業施設内の室内練習場、ワイズベースボールフィールドさんにお邪魔しています。前回の動画は概要欄からチェックお願いします。さあ、ワイズさんといえば話題のラプソード 3.0 を使用することができます。そして埼玉県ならではですね、埼玉県のグラブメーカー早川グラブのオーダーが可能です。壁にはたくさんのサインが飾られています。そしてね、疲れた体を癒してくれる酸素カプセル導入されました。野球だけじゃなく英語教室もあります。ワイズさん、ぜひお越しください。まっすぐ行きます。はい。24時間。出た。132キロ。32ですか今。135キロ。36。力入れたな。まっすぐ行きます。はい。おお、いいよ。36。
37。あ、3キロだ。次の1球まっすぐに行きます。はい、あ、ステップ幅が、あ、でも33だ今。あーだ、ここはなんちゃいます。後ろから投げる、抜いた、後ろから投げづらい。こ、あ、こっから、はい、OK、 それとこっか。はい、はい、仕事とか。そうです。大学サイトです。ここ映すんじゃなくて、そして奥田くん、神保くん、翼くん、吉田です。吉田くん、はい、お願いします。というわけで本日はワイズベースボールフィールドさんに来てまして、伊佐子さんの息子さんと、このコーチをやってる神保くん、プラス僕ら翔平さんメンバー、あ、EBC の奥田と、5人で、ノック対決をしていきたいと思います。お願いします。知らんかった、はい、知らんかった、はい。今回ここ全面使わせていただいて、ノックをするんですけど、前回僕らが行かせていただいた時はバッティングとピッチングのみで時間がなくて、ノックできなかったので、ここの、天井とか、そういうのを見ながら、全体見ながら、こういうノックもできるよってところを見せていきたいので、皆さんぜひノックよろしくお願いします。頑張っていきましょう。はい、それではやっていきましょう。うまい、うまい、あ、やばい。しゃーい、
でした。お疲れ様でした。いやー疲れましたね。結構やったんじゃないですか。結構2、30分ぐらいはノックして、ちょっと汗やばいんで、疲れた時にやっぱりこういうねリカバリーガンが、あこちあの案件なんですけど、こちらのリカバリーガンを使ってこう体を癒して。行くとね、いいと思いますんで。疲れた筋肉どうですか。え、もう疲れ取れました。早っ。そういうのでね、まあ、疲れた体にはね、ケアをしていくっていう。はい、というわけで本日は、こちらワイツベースボールフィールドさんで、ノックさせていただきました。とてもね、広々してて本当に楽しいので、他の方もいらっしゃるんですけども、まあこちらでね出会った仲間はね一生ものと思いますし、野球以外にも別の、英語だったり、まあ、別のなんかトレーニングだったりそういうのもしてますし、野球教室も、されてますので、すごい見どころのある、この室内練習場なので、よかったらたくさん見てください。というわけで終わります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではアラシャー。コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、アシャー。イエーイ。イエーイ。Oh,